清丸東京ミートレア店のトンカツパフェトンカツパフェとは愛媛県松山市に本社があるトンカツ店清丸の登録商標でありトンカツとリンゴ、オレンジ、キウイフルーツなどのフルーツ、アイスクリーム、生クリーム等をトッピングしたパフェ。知る人ぞ知るとも言われており人気メニューである。清丸の代表、水野清子は男性の食べ物というイメージが強いトンカツを 女性にも喜ばれるようにと、スポンジケーキの代わりにとンカツを用いイチゴ、生クリームなどで飾った、愛は勝つケーキを1996年に考案、発売した。商品のネーミングには、当時、カの愛は勝つが流行していたことも影響している。話題性はあり、テレビ番組で取り上げられることも多かったが、バラエティの罰ゲーム扱いであり、 愛は勝つケーキの売り上げはさほど上がらず、提供を止めた。その後、ネットで愛は勝つケーキの噂を聞きつけた二人組が県外から来店。ぜひにと壊れて愛は勝つケーキを提供したところ、二人はこれを絶賛する。この体験に後押しされるように水野は2004年頃にトンカツパフェを考案する。トンカツパフェにはトンカツが6枚。 リンゴが7枚使用されており、最後にリンゴを食べることで、食後感があっさりとなるように工夫がされている。来店した客が、自身のブログで、とんかつパフェを発信するなど評判が、口コミ的に広まってゆき、県外の客はもとより海外からもとんかつパフェを、目的とする客が訪れるようになった。意外な組み合わせで、話題性があるため、テレビなどでもたびたび紹介されている。 清丸は愛媛県松山市にある道後店でとんかつパフェを提供してきたがその後道後店は閉店し2014年以降は花園店で提供しているまた2009年12月3日には東京都八王子市にある京王電鉄の複合商業施設フレンテ南大沢新館に開業したフードテーマパーク東京ミートレア内に支店を出店し とんカツパフェストリート版という新メニューとともに販売していたが2010年10月31日をもって撤退した2014年4月時点では累計で約2万5000食を売り上げて新名物として定着2020年時点では看板メニューとなっている注釈出店参考文献 WEO ボードゲーム桃太郎電結2 0 1 0戦国 維新のヒーロー大集合の巻に、とんかつパフェ屋として松山駅に登場しており、臨時収入イベントも発生する物件になっている。清丸ホームページ。ありがとうございます。